皆さん、こんにちは。お久しぶりね。で有名な演歌歌手の小柳ルミ子さん。小柳ルミ子が告白した大隅賢也へのモラハラの内容や、激痩せした現在の姿について紹介します。まずは、小柳ルミ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小柳ルミ子、本名、小柳ルミ子、小柳ルミ子、1952年7月2日は、日本の歌手、俳優です。別名でルミ子とも称します。福岡市早良区で生まれました。母親の愛子は秋田県五城目町出身です。血液型は A 型です。愛称はルミちゃん、ルミルミなどです。プラチナムプロダクション所属です。身長は159センチメートルです。筑紫女学園中学校を卒業して宝塚音楽学校へ入学しました。宝塚音楽学校卒業生のあずさみちよと交流がある友人から紹介を得て、渡辺プロダクションへ歌手希望を願い出ました。首席で卒業したら歌手にしてあげるとの回答に依頼、1970年に首席で卒業しました。同期に伴明、浅見玲、東地明がいます。渡辺プロからの歌手デビューが約束されましたが、舞台経験を申し付けられ、夏川ルミの名で宝塚歌劇団へ入団して、2ヶ月後に退団しました。当初から歌手デビューを念願とする小柳は、宝塚歌劇団は歌唱や演技を経験する腰掛けと捉えていました。退団した同年の1970年、歌手デビュー前に知名度を広めるため、NHK 連続テレビ小説「虹」で女優としてデビューしました。1971年4月25日にワーナーブラザースパイオニアで初の邦楽部門歌手として契約しました。作曲家平尾正明がプロデュースする「私の城下町」で歌手デビューし160万枚を売り上げ、1971年のオリコン年間シングル売上チャートで第1位を記録し、第13回日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得しました。1972年には「瀬戸の花嫁」で第3回日本歌謡大賞を受賞しました。他、お祭りの夜、今日のにわか雨、いさりびこゆうた、春の訪れなど大ヒットを連発し、天地まりや南沙織らと共に三人娘、後、新三人娘と称されたとして、1970年代前半を代表する女性アイドル歌手に挙げられました。1970年代半ばには、花のようにひそやかに、一雨くれば、など叙情路線や、冬の駅、星の砂をお久しぶりね、など新境地を開拓し大ヒットを記録し、実力歌手として好評を得ました。デビューした1971年から1988年まで18年連続で NHK 紅白歌合戦に出場しました。女優として1982年に誘拐報道でキネマ旬報賞助演女優賞と第6回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、1983年に白蛇賞で第7回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、それぞれを受賞しました。ザ・ドリフターズの番組で志村けんと演じたコントで存在感を発揮し、TBS 系の公開バラエティ番組「8時だよ全員集合」でゲストとして最も多く出演しました。小柳はポップスやミュージカルを志向するも、渡辺プロダクションと齟齬の解消を得られず、待遇の不満も募ったことから独立し、個人事務所名は志村けんに依頼して「テンプテーション」心を引きつけるものとしました。後に解散して2020年はプラチナムプロダクションに所属しています。1989年に13歳年下のダンサー大隅賢也と結婚しましたが、2000年には離婚しました。2002年に歌手名をルミ子、女優名を小柳ルミ子としました。2002年にリリースされた島津亜矢のシングル「夜桜晩歌」とアルバム「彩どあや」のトータルプロデュースを手掛けました。2007年7月22日に27歳年下の俳優石橋正隆と婚約を発表しましたが、入籍直前に婚約を解消しました。2010年7月2日に芸能生活40周年記念と誕生日記念を兼ねたパーティーを開催し、友人、芸能人、関係者ら700人が集まりました。2021年にデビュー50年を迎えました。歌手の小柳ルミ子さんと元旦那大角健也さんの離婚理由については、泥沼だったことしか覚えていない人が多いのではないでしょうか。小柳ルミ子さんと大角健也さんの離婚騒動は、年の差格差婚だから起こったとも揶揄されましたね。かなり前のことなので、なぜ離婚に至ったかについては覚えていない人も多そうです。小柳さんが鬼嫁という噂もありましたが、大角さんの浮気が原因とも言われています。一体どちらが正しかったのでしょうか。正解はどちらも間違っていないと推定されているようです。もともと小柳さんのバックダンサーとして踊っていた大角さん、思えば最初から立場は常に小柳さんが上にあったのです。お互いにのぼせ上がっている間はそれでも良かったかもしれません。しかし結婚生活はいつまでも甘いものではありませんよね。小柳さんがダメ出しをしたことも多々あったようで、成長してほしいという思いがあったのでしょう。しかしそれが悪い方に向かってしまったのでしょう。格差婚だったこともあり、大角さんとしては自分が少しでも追いつこうという思いが強すぎて自分を見失ってしまったと語っているようです。大角さんの心がどんどん離れていき、浮気をきっかけに結婚8年目の記念日に別居が始まったといいます。逃げる大角さんに対して追いかける小柳さんは、興信所に頼んでどこでどの女と暮らしているのかを探しまくったそうです。2人の神経は疲弊し、数年経って2000年にやっと離婚が成立しました。離婚に際して小柳さんは厳しい要求を突きつけました。それは慰謝料として1億円支払うか、無名のダンサーに戻るかを選べというもの。どちらを選択しても経済的に苦しくなることは免れない状況ですよね。大角さんが選んだのは前者の1億円を支払う方で、一生懸命仕事働いて6年で完済したそうです。好きの反対は嫌いではなく無関心という言葉がありますね。どうでも良い相手に経済力のある人が慰謝料を求める必要はありません。小柳さんは離婚時、大角さんに対する気持ちが残っていた可能性が高いでしょう。だからこそ憎しみの気持ちが強くなって、私なしでもやっていけるのかという思いを込めた慰謝料請求だったのではないでしょうか。実際小柳さんは傷ついた上にマスコミからのバッシングに耐えきれなくなったのだそう。命を絶とうとまで思ったこともあったといいます。離婚後に自らが作詞した歌「いい気になるなよ」を発表しましたが、おそらく大角さんに宛てたメッセージだったのでしょう。歌手小柳ルミ子が2019年12月4日ブログを更新しました。過去に2度字を図ったことがあることを告白しましたからの元メンバーで、11月24日に自ら命を絶った久原さん、享年28時の死に改めて自らの手で命を絶ってはいけないと訴えました。原さんの死にまた韓国の有望な若者たちが自ら命を絶ったとショックを受けたことを明かし、 SNS の心ない誹謗中傷に耐えきれず、28歳という若さで自分の未来も今までの頑張りも全て否定してしまうなんで悲しい悔しいと綴りました。小柳は私も過去に2度字を図っただが死にきれず未然に発見され未遂に終わってしまったと衝撃告白しました。原さんの苦しい胸の内を推し量った上で、親より先に自らの手で命を絶ってはいけないと切に訴えました。そしてどうか無責任な不特定多数の心ない誹謗中傷に自分の心を乱されないでほしい、スルーしてほしい、特定のあなたを愛する心優しい人たちもいるのだから負けないでほしいと呼びかけました。ネット上の誹謗中傷を死狂気だ SNS の書き込みは、一歩間違えば武器を持たないテロだと批判し、どうか節度を持って人の良心を持って誹謗される人の立場になって責任を持っていただきたい。どうかこれ以上書き込みに心機詰めて自ら命を絶つ悲しい事態が起きないことを切に願っていますと切実な思いで綴っています。小柳ルミ子さんは元踊り地痩せ型で、スタイルの良さはピカイチでしたが、激痩せが心配と心配の声が上がっています。愛犬を亡くしたことによる重度のペットロスと歯のインプラント手術などが重なり、確かに体重は落ちていたようです。新しい愛犬との暮らしも始まり、歯の治療も終了し、小柳ルミ子さんは元気に活動されています。2023年には71歳を迎えられましたが、ディナーショーや新曲発表などもありお忙しそうです。これからも素敵な歌声を聞かせてほしいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。